そうです、始まりました。アムチチャンネルです。さあ、今回はですね、トイックのパート5の対策コースの2回目になりますね。で、このコースっていうのはですね、1本目は、はい、無料で皆様見ることができますので、それ以降のね、続きを見たかったら、ぜひともコースの購入をお願いいたします。清田さんのトイックオンラインセミナーの授業になります。かなりハイレベルですが、よく出るポイントですね、トイックに。今、2024年も何度も登場しているポイントが出ております。今回はかなりハイレベルな問題になっておりますので、ぜひ挑戦してみてください。はい。じゃあ、そしたら、今日はトイック直前対策セミナーということで、パート5の問題演習と解説をやっていきたいと思います。今からやるのは、上級者から超上級者向け。じゃあ、流れを説明するんですけど、まず、問題を単純も解いてもらって、その後解説をしていきます。で、最後に時間があれば、質疑応答とかもやっていくので、聞きそびれたところとか、もっと詳しく聞きたいところは、そこで質問してもらえたらなと思います。はい。じゃあ、早速問題を共有するんですけど、注意事項のところに、一応、超上級者向け、上級者向けなので、制限時間を10分にしてるんですけど、ちょっとギリギリかもしれないんで、一応12分まで取ります。ただ、上級者の方は10分以内で解けることが理想的ね。よし。じゃあ、手元にストップウォッチとか、なんかスマホとか用意してもらって、測りながらやっていきます。で、一応その10分、12分取るんですけど、よし。じゃあ、始めていきたいと思います。じゃあ、用意。スタート。じゃあ、解説いきたいと思います。ちょっともうスコア分かってると思うんですけど、じゃあ根拠とかも含めてチェックしていけたらと思います。はい。じゃあ画面を共有します。はい。では今問題ページ見えてますか？よし、OK ですかね。はい。じゃあどんどん、書いて、根拠言っていくので、皆さんもメモとかお願いします。一応この、板書したやつは後でデータで共有するので、それを見て復習してもらっても大丈夫です。はい。じゃあ、まず1番ですね。はい。答えがこれ B ですね。はい。これ、時制の問題ですけど、これ未来完了。はい。そしたら、これは、この by the time の後ろがポイントですね。はい。で、by the time の後ろに next month ってあるんで、来月までにっていう意味です。ということは、来月までに30年間働いているだろう。はい。だから、これ未来までの、まあ、継続を表してるんで、はい。未来完了を使うってことですね。うん。はい。まあ、大丈夫かなと思うんですけど、一応完了形のイメージとしては、まあ、よくこの図ですね。現在までの、継続とかを表すのであれば、アッププラス過去分詞。基準が現在ですね。A の had worked だったら、過去までの継続とか、はい、ハドピー、時制が過去までですね。はい。で、今回の未来完了は、まあ、ある時から未来まで。will have pp。はい。そしたら、今回の next month っていうのはここなんですね。はい。で、その時までに30年間ずっと働いている。未来までの継続。だから、これは B が正解。っていうことですね。うん。はい。この辺は、まあ、上級者であれば取りたい問題ですね。よし。はい。次です。はい。2の答えは、これは D の without ですね。はい。これ共通問題で、初級主義でも話したんですけど、まあ、まず後ろに名詞があるので、ここには前置詞が入りますよ。はい。そしたら、まあ、B か C の、B か D かの2択なんですけど、今回は、without を使う理由として、はい、これ、ブックがあるから。そう。そしたら、何々がなければ、こうじゃなかっただろうに、じゃないだろうに、っていう、その仮定法の公式に当てはまるんで、はい、何々がなければ、意味のウィザートが正しいということですね。はい。ちなみにこの英文の意味とか取れますか？まあこのデリケーションが献身とかって意味なんで、まあ彼の頑張りとか献身がもしなかったら、はい。で、後ろですね。We would not be what we are today。この what we are today っていうのは、まあ今の私たちって意味ですね。現在の私たち。
現在の私たちではもうないだろうと。彼がいなかったら、今の私たちもいないだろう。っていうことですね。うん。はい、そういう仮定法にくっつく前置詞でした。はい。よし。次、3番。はい。これも共通問題ですけど、答えが C ですね。はい。これはもう基本形なので、さらっといくと。はい。この赤線引いた部分が、副詞、過去分詞、名詞の語順です。はい。で、この過去分詞が主語の名称主食。で、副裏に入る副詞が、この過去分詞を主食。っていうの形ですね。はい。まあ、この過去分詞の代わりに、ing 形が来たりとか、あとはシンプルに形容詞も来たりしますね。はい。これはもうおなじみの形かなと思います。はい。はい。これが多くて、正解してるのは何人いるのかな？正解してる方が4番の問題は、9人。うん。少なめですね。はい。じゃあ答えとしては、C が正解です。はい。そしたらこれ、文の構造がすごい大事なんですけど、この文の S と V、何かって考えたら、ここ S、ここが V なんですよね。はい。で、まあ、後ろに保護が来てるんで、SVC なんですけど、それ以外はおまけなんで、今回分子構文です。はい。ここからここが分子構文。ここからここも分子構文。はい。で、一つ目の分子構文は、これ release っていう過去分子なんですけど、まあ、これは今回、小説は発売された。だから過去分子ですね。うん。だから浮く。はい。で、それに対して今回入るのは、後ろですね。これも主語は共通なんで、はい。小説はって考えると、小説は売れたっていうふうに、なんか受け身っぽくないですか？そう。なんか受け身っぽいから、A でいいんじゃないのって思った人いると思うんですけど、これ違うんですよ。はい。じゃあなぜかというと、今回後ろに、シンプルに考えると、名詞が来てるので、これは目的語ですね。そしたら目的語を取るのは、能動形なので、はい、ing が正しい。そう、シンプルにこれです。目的語を取るから、能動。はい。そう、でもちょっと意味が変なんじゃないって思っている、いると思うんですけど、これはちょっと特殊な使い方で、まあ、セルって、なんか自動詞、他動詞の中間みたいな役をするときあるんですね。売れるみたいな。そう。で、今回の用語はちょっと特別で、これ辞書を聞いたら出てくるんですけど、主語に本とかを持ってきて、sell 何々 copies っていう目的語を取る。SVO の形で使って、はい、その本が何々部売れる。その本が何々部売れる。っていう使い方ができます。はい。これの今回分子構文バージョンでセリングってなってるってことですね。はい。若干その日本語の発想から言うと目的語でいいのとか、なんか思うと思うんですけど、まあこういう使い方があって、まあ問題解く上では、目的語の有無だけ考えられれば、まあシンプルに解けるんじゃないかなと思います。はい。これちょっと差がつく問題ですね。よし。はい。じゃあ次5番いきます。はい。これも共通問題ですけど、答えは B ですね。ベタル。はい。これはもうトイックよく受けてる人は、知ってるフレーズと思います。はい。これベタが入って、better understand。はい。よりよく理解する。このベターよく出ますね。本当に。はい、そう。よりよくって意味のベタ。はい。で、さらに、今回、to プラス understand で、これ不定詞になってるんですね。はい。で、この不定詞の間に、このベタを挟むっていうのもよくある語順です。はい。だから、to better understand で、もうフレーズで覚えておくといいかなと思います。はい。
まあ他の選択肢はまあ意味も合わないし、そうですね。このベリーの上には、まあ、形容詞とか、フェイクで収縮することができるんですけど、今回の、ね、動詞と収縮ってのはできないんですね。うん。だからもうこれは B 一択です。はい。あと結構上級者向けなので、テンポよく進んで、難しいところをたっぷり時間かけてやろうかなと思います。